ここで台風18号の情報をお伝えします。まず雲の画像からご覧ください。こちら現在の台風18号の雲になります。まだこの渦巻きがしっかりとしていまして、台風の勢力が強いことを表しています。でこの後の予想進路ですけれども、この時間ベトナムの中部に上陸したというふうに見られます。現在も強い勢力を保っているんですけれども、この後は西にさらに進んでいきまして、勢力をだんだんと弱めていきます。明日木曜日の15時までには熱帯低気圧に変わりそうです。一方ですね、今回の一連の台風などの影響でベトナムでは今月の雨量が2500ミリを超えているところがあります。現在も強い暴風になっていることが想定されまして、被害の拡大が懸念される状況です。一方日本から見ますとかなり遠いところを進んでいますので、この台風による日本への影響はありません。以上台風情報をお伝えしました。